な恐竜になって。それじゃあモーフルを眠らせた魔法のペットを探しに行かなきゃね。ちょっとの間そのカセットプレーヤーを貸してくれる？アイス屋さん。いいですとも。ありがとう。見てモーフル、町の人たちが寝ちゃってる。魔法のペットの仕業だよ。あれはすっごく危ないね。早くあのドリルを止めなくちゃ。モーフル、準備はいいかい？おいおいマックス、急にどうした？誰か助けてくれ。大変。モーフル、モーフルもゾウさんになって。ゾウさんの顔に水をかけてあげるの。ありがとうミラ、モーフル。また探しに行くよ。モーフル、今度は飛行機に変身して。見つけたよモーフル。あの子、静かに寝られるところを探しているみたい。モーフル、二人に電話だよ。電話？誰かな？私です。アイス屋さんだ。
私、すっごく美味しい新作フレーバーのアイスクリームを見つけました。でも、気づいたら地球の反対側でガソリンもほとんど残ってないんです。大変。大丈夫、心配しないで、私たちが行くよ。ボーフルだよ。ボーフルが先にアイス屋さんのところに着いたらアイスを全部食べられちゃうよ。ダメー。今モーフルが2人いた。なんてこった、パトカーが。ああ、パトカーがなきゃ悪者を捕まえられないぞ。フリーズさんが困ってるよ。パトカーを木から下ろすのを手伝おう、モーフル。ああ、ありがとう、ミラ。も、あれ？海で一番速い乗り物を知らないみたいだね。でも私は知ってる。モーフル、スピードボートになって。バイバイ。モーフル、オーノー、モーフルです。モーフル、モーフルが先に着いたみたいだね。おー、あなたを私のアイスクリーム全部食べた。オーノー。間に合わなかったね、モーフル。大丈夫、アイスを全部食べられてしまったふりをしたんです。うまく騙せました。本当はまだまだたくさんあります。モフ、ミラ、それにお猿さん、私の分まだね。どうもありがとう、アイス屋さん。皆さんこんにちは。今日は恐竜の記念日です。そこでラシード博士の協力のもと、特別な大会を開きます。名付けてスペシャル恐竜レース。わー、すごいね。私たちも出ようよ。モーフル、ティラノサウルスになって。お待ちください、もう一組選手が加わりました。優勝者に贈られるのはこの美しいトロフィーです。
用意はいいですか？ 3、2、1、スタート。俺たちも出ようぜ、ヨルン。ああ、ふやふや。皆さんご覧ください、今1位がゴール。恐竜まで盗むとはな、まったくけしからん。優勝おめでとうございます。ちゃったね、モーフル。でもズルしないで頑張った人が勝てた。フリーズさんはいつ見てもおまわりさんのお仕事してるね。実はもうすぐ警察委員の人が2人で私の警官としての仕事ぶりを確かめに来るんだ。全部完璧にしておかないとな。それじゃあ邪魔しちゃダメだね。頑張って。バイバイ。ありがとう。君、どうして警官用の洗濯帽子をかぶってないんだ。洗濯帽なし。洗濯帽。まあいや、すみません。警察員の方ですね。ようこそ。いい警官なら法律を全部知ってるはずだ。はい、全部知っているはずです。確かめさせてもらおう。ああ、赤信号だ。なんで歌わないんだ。歌う。警官は赤信号の時に歌うっていう決まりだ。え、あ、見てよ、あ、愉快な警官。もう遅い。まさかそんな決まりがあったとは。仕事中は食べちゃダメだ。
反しすぎだぞ。残念だが、あんたを牢屋に入れなきゃいけないな。どうしてフリーズさんが捕まるの？モーフル、レーシングカーになって。いや、ミラ、モーフル、どうして捕まっちゃったの？私は法律を半分も知らなかったらしい。私は警官にふさわしくないんだ。そんなはずないよ。私たちで詳しく調べてみよう、モーフル。公園は帽子禁止だ。モーフル、茂みになって。シートを敷くのは禁止だ。木の下でのピクニックもバスケットもダメだ。フリーズ警官がいないから何でもやり放題だな。ラスタイル。悪者。つまり二人が変な決まりを作ったんだね。ならこっちも同じ手で行こう。おっと、すみません。謝って済むか、この決まりで。ん、どこだ。これか。いや違う、どれだっけ。うわ、あったぞ。もし誰かが警察員にぶつかったら、警察員は黙って歩き続けること。そうか、行くぞヨルン。警察員は人から取り上げたものが入った袋を警察署の前に置いて中に入る。警察署に入ったらつけひげを取って大きな声でこう叫ぶ。悪者兄弟だ。あ、おい、これわけわかんねえぞ。私はわかった。お前たちを逮捕する。見て、モーフル、こうやるの。大丈夫だよ、モーフル。すぐコツがつかめる。この子にはかなわないけどね。ボバだよ。新しい魔法のペットだ。シャボン玉を吹くのが大好きで、夢中になるとついつい弾けちゃうんだ。うわぁ、ほらね。楽しそうだね。イエーイ。あ、ボバ、ちょっと高すぎるよ。出られないよ。モーフル、何か大きなものに変身して。うん、ダンコか。モーフル、ミラ、助ける。ん、ミラ、おっと。これは一体。ああ、誰か助けて。助ける。うわ、
いたいた、ホバー。いいかい、あちこちで魔法のシャボン玉を吹いちゃダメなんだ。町中大変なことになってる。まったくけしからん。パパ、モーフル、シャボン玉を割ってくれるかい。ふう、ありがとう、モーフル。ミラ、見た？多分、あっちだと思う。パトカーが心配で上の空だったよ、シャボン玉だけにね。君は弾けすぎるって言ったけど、シャボン玉はもっと弾けて割れやすいのにしておくれ。あ、君の歯の状態は完璧だね。必ず1日2回歯磨きしてます。それじゃあ次の魔法のペットのところに行く？おお、そうだね。モーフル、救急車に変身して。魔法のペットの歯医者さんチーム出動。歯の検診をさせてもらえるかな。問題なし、健康な歯だよ。それじゃあ、あとは魔法のペットショップにいる魔法のペットたちだけだよね。うん、それでみんなの検診が終わりだ。さあ行こう、モーフル。いいね、次の子。よし、どれどれ。残念、虫歯がある。大丈夫、ひどくはないよ。これですぐ治せる。待って、どこへ行くんだい。どうしよう、怖がっちゃってる。外で怪我をする前に連れ戻さなくっちゃ。モーフル、お馬さんに変身して。こんなところまで、どうすれば止められる？とっても速く泳げるものにならないとね。しかも、ボートを止められるくらい強いもの。あ、モーフル、強いワニになって。怖がらせてしまってごめんよ。でも虫歯を治すのはすごく大切なんだ。今は痛くないかもしれないけど、虫歯は治さずに放っておくとすっごく痛くなっちゃうんだよ。ありがとう、モーフル。もう話していいよ。モーフル？モーフル、歯痛い。
変だ。見せて。君も虫歯みたいだね、モーフル。でも歯医者さんは怖くないでしょ？ね？平気。私の病院に戻ろう。すっかり治ったよ。それと二人とも頑張って治療を受けたからプレゼントだよ。くださいよ、あれ隕石だ。オーフル、隕石止める。ままじゃ隕石が町にぶつかる。逃げろ。隕石を止めて、モーフル。やったね、モーフル。隕石を受け止めるなんて、モーフルは本物のスーパーヒーローだね。うん、話してよ。ダメだね。お前たちを餌にしてモーフルを捕まえるんだ。助けて、助けて。大変、二人を助けなきゃ。ヒーロー、モーフル助ける。モーフル待って、罠だよ。助ける。捕まえたぞ、モーフル。待って、こいつモーフルじゃないよ、オーフルだ。モーフルはここだよ。オーフル、フリーズさんを呼んできてくれる？二人を逮捕してもらおう。何するんだ、悪者兄弟。ありがとう、オーフル。助けてくれてありがとう、オーフル。本物のスーパーヒーローだね。お見事、おめでとう。景品はこの大きな赤ちゃんの人形だよ。
お。それじゃあ、大きい赤ちゃん、楽しいティーパーティーをしましょう。いらっしゃい、ローレンスさん。こんにちは。アニミに工事を手伝ってほしいんです。わかった。ちょっと行ってくるね。よかった。助けてくれ。魔法のペットにメガネを取られて小屋に隠されちゃったんだ。はあ、僕のメガネだ。モーフル疲れた。モーフル全部やってる、一人で。ああ、ごめんよモーフル。私たちにもモーフルと同じことができたら休んでもらえるのに。いや待てよミラ、そうすればいいんだ。この子はキラキラパグ。丸一日人間を魔法のペットに変えられるんだ。すごい。私たちをモーフルにできるの。
ミラ、お猿さんになって。自分で変身できるようになったし、モーフルは好きなだけゆっくり休んでね。僕はロケットになろう。どうやって飛ぶんだ。今の見たか、スタイ。あのキラキラパグを盗めば俺たちモーフル兄弟になれるぜ。バルモノ兄弟、モーフル、ねえ、私が変身するんだった。ミラ、レーシングカーになって。もうちょっと、スピードを出さなきゃ。うわあ、ああ、うわあ、ああ、このままじゃ絶対捕まえられないよ。よし、パパ、ロボットに変身しよう。ボートだね、行くぞ。ああ、ロボットか。おお。待って、モーフル、やらなくていいよ。全部一人でやるのに疲れてたでしょ。平気なの？モーフルもう元気。みんな一緒だから。もう逃げられないよ、バルモノ兄弟。逃げなくていいんだよ、キラキラパグ。俺たちを魔法のペットにしろ。俺たちモーフルじゃないよ。ああ、でも魔法のペットだ。しまった、逃げろ。キラキラパグを助けたよ。イエイ、それじゃあ遊ぶ、みんなで。そうだね、ロケットタイムだ。おっと、おお。マーフル遊ぶ。イエーイ。わあ、モーフル取ってくる。Yeah!
せて。ウェタオフルダメ。あ、楽しくない。ここの飾り付けをしてるんだ。私はここを通りたいのよ。ごめんなさい、僕の飾りは邪魔でしたね。いいえ、ごめんなさいね。素晴らしい飾り付けだわ。仲直りおめでとうございます。記念にトロフィーをあげましょう。何事だ。何かの魔法だな。ミラ、モーフル、来てくれ。魔法のペットがいるんだ。その子の魔法でみんながおかしくなってる。でも今バレンタインの飾りを作ってるの。図工は後にしてくれ。町のみんなを助けるぞ。でも、一体どうなってるの？
いくら今日がバレンタインでも、あんなのは馬鹿げてる。おい、分かってるんだぞ。これはお前の仕業だろ。違うよ。ああ、本気じゃないよ、モーフル。君に怒ったりなんかするもんか。大好きだよ。ミラ、助けて。あの魔法のペットの仕業だよ。あ、待って、モーフル、待ってくれ。危なすぎるよ。君は安全な地面にいておくれ。ごめんよ、モーフル。捕まえられなくて。私たちを信じて、バンダーブースさん。ちゃんと作戦があるの。でも…でもはなし。モーフル、魔法のペットを連れてきて。さあお願い、町のみんなを元に戻して。魔法で好きになっても意味ないの。好きな人っていうのは自然にできるんだよ。無理やり好きにさせちゃダメ。ワンダーブースさんは？このままにしてもいいかな。ほらほら。モーフル、ボールに変身して。あたしもボールに変身できたらいいのにな。いいこと思いついた。キラキラバグは人を魔法のペットにできるんだよ。わあ、私たちをモーフルにできる。競争しよう。一番高く飛んだ人が勝ちだよ。大きなクッションになって。
にゃはははは。助けなくっちゃ。今行くからね。うわ、助けて。急いでモーフル、飛行機に変身して。ボールを追いかけよう。車変身。やだね、オーフル。今度はロボットになりたいんだ。けしからん。決まった。はい、やったね。二人のせいで町が大変なことになってるんだよ。ああ、ごめんね、ミラ、モーフル。モーフルでいるのはおしまいにする。キラキラパズ、元に戻してくれる？そんな、最高に楽しかったのに。ああ、バーキー、楽しかった。でも、モーフルでいるのって大変だね。私に戻れてよかった。エイプリルもモーフルも、この世に一人だけ。二人とも大好きだよ。モーフル遊ぼう。うん、遊ぼう。それじゃあモーフル隠れる。モーフル探す。これはどういうことだね。ああ、モーフルとオーフル、鬼ごっこ。言い訳はダメだぞ、モーフル。ああ、モーフル、お掃除する。
がとう、モーフル。これをあそこに置いてくれるかい？間違いなく2人とも全く同時だったよ。すごい。それじゃあ家まで競争しよう。パパの車でね。